そう、扁桃腺弱いから気をつけてねって先生に言われたんですよ。そう、そうそう、喉の先生、そう、喉見てくれる先生に言われるのに毎年気をつけないっていう気をつけてね言われても気をつけないっていうね。そうそう、だから水分を取るようにします。はい、そんな感じです。そんな今日は、あ、でもね、今日もまたちょっと話は変わるけど、今日もアイス食べました。美味しかった。本当に美味しいよねアイスって。今日はねチョコ食べました。昨日はイチゴですね。ちなみにそう、まなみさんからの差し入れでイチゴのアイスを食べました。今日はチョコ。基本でもあゆね、チョコか果物系しか基本食べないので、そうバニラがあんまり好きじゃなくて、基本的にチョコか果物系を選びます。そう、皆さんはアイス食べました？今日食べたかな。バニラしか食べないって方もいる。逆にね、逆にね、まあでもバニラ好きな方の方が多いからね、世の中もういいよね。バニラ好き多いよね、絶対多いと思う。あゆ調べパルム食べた。だって今見ながら食べてる。チョコのアイス食べた。あ、一緒だ。今日島馬場買いだめした。だって、お、いいじゃないですか。そう、なんかチョコが混じってるバニラ、チョコが混じってるバニラっていうのかな、は食べれるけど、基本的にバニラだけは食べない。そう、そうのいちご食べた。この後食べるよアイス。なんか今期まあ梨のアイスが出てきてるじゃないですか。だんだん食べたいってなってるよね。梨でもこの間アイスの実の梨食べた。美味しかった。そう、あとでも今だと層の梨味も出てるから、それも気になってる。そう、なんか最近食べて美味しかったアイスあったら皆さん教えてください。なんか全然ここのコメント欄じゃなくても755とかでも何でも、まああゆの SNS で教えてくださったら嬉しいなと思います。はい、ですね。そんな感じです。あとは、うん、あ、でもね、今日は久しぶりにゆで卵食べた。なんかお弁当に入ってるのとかは別で、自分で選んで食べたのが久しぶりで、そのそう、この間公園でそのお弁当の一部にゆで卵確か入ってたんだけど、自分でその卵系選ぶと卵焼き選ぶんですよ、あゆ。そうそうそう、卵焼き選んじゃうから、ゆで卵食べたの自分で選んで食べたの久しぶりだって、そんな今日ですそう、ゆで卵はマヨネーズ派、塩派。塩、あ、でも別に何にもかけなくても食べれるけど塩だな。塩だね。うん、塩です。最近目玉焼きも塩派になってる。前はもう小さい頃はケチャップ一択だったんですよ。ゆで卵じゃない、目玉焼き、目玉焼きはケチャップ一択だったけどね、中学生ぐらいから塩派になりつつある、目玉焼きも
そう。ゆで卵はまあそうだよね。塩かマヨネーズだよね。あとあるかな。あと何にも思いつかない、ゆで卵ですね。ですね。そんな感じです。ん？待って、なんかさ違うか。ん？タワー？誰だろう。あ、翼欲しいさんかな。タワーありがとうございます。あれもずっとさ、あれなんか、あれなんかずっといらっしゃると思ってて、ここでずっといらっしゃると思ってて、今ずっとちょっと不思議に思ってた。そうだね。タワーありがとうございます。翼欲しいさんありがとうございます。でも皆さんも星とかギフトなども本当にありがとうございます。なんか全然500日らしい話をしてないっていう、ごめんなさい。全然なんか特別感ないないけど、ごめんね。でも本当にありがとうございます。そんな大したことないくてごめんなさい。逆にありがとうございます。はい、あれ何の話してたっけ。すぐ忘れちゃうすぐ忘れちゃうっていう。あ、ゆで卵の話か違うっけ、全然覚えてないや。あ、でも、あ、うん、何話そうとしたんだろうまあ一回違う話話そう。確かにいつも通りが一番、確かに、まあそうだよね。なんだかんだでいつも通りが一番安定感はあるよね。いやー、みんなちょっとゆで卵つながりではないけど、皆さん今日のお昼何食べました全然つながってないっていう。みんなはお昼何を食べたかな。何食べました。愛の予想ね、パスタいると思う愛の予想っていう、愛の予想食べるとパスタ。餃子食べたよ、レーズンバターパン、ハヤシライス、キーマカレー、あー、キーマカレー食べたい。おそば、焼きそばパン、免許更新行ってたら食べれてなかったって、うわーうわーって四川麻婆豆腐、おー、はいね、最近ねカレーはキーマカレー派になった。そう、キーマカレーにご飯がベストマッチ。そう、しかも白米じゃなくて、なんとか米みたいな、十何穀米みたいな、そう、そういうなんかカフェ系のカフェ系で食べるキーマカレーがすっごい大好きになって。そう、でも小さい頃カレー嫌いで、そうだから本当味覚って変わるんだなって思った。唐揚げ、あ、昨日はパスタ食べたって。唐揚げね、昨日食べた、お弁当で美味しかった。うなぎ丼食べたって、うなぎ食べたい。あ、今愛のね、今ね食べたいものが、あの昨日でも牛タン食べれたから一旦牛タンいなくはなったんだけど、でもまあ片隅にはいるんですけど、好きだから。あゆの今食べたいもの、うなぎとなんかトマトモッツァレラのパスタが今一番食べたい。一番っていう、一番じゃないけどね、二つあるから食べたいっていう、そうそうなの今はね、その二ついいね。
あとお寿司も食べたい。そう。そういう今そんな感じ。じゃあみんな夜は何食べました？夜ご飯。はいの予想ね、ラーメン。いや暑いからいないな。なんだろう。なんだろう。あでもここカレーいるんじゃない？夜違うかな。2つお昼と夜に食べ、確かに確かにって。牛丼食べた。カレーいた、ほらカレーいたいたいた。牛丼、牛丼、エビチリ、中華だったらエビチリが一番好き。ドミノピザ、おーいすごいいい、美味しいよねピザも。うどん、ラーメン、みんなすごいいろいろ揃ってる。日本から海外のご飯までいろいろ揃ってるね揃ってるねって。いいと思いますいいと思いますって。たけのこ煮たやつ、なんだろう、なんだろう、キノコ煮たやつ。焼肉食べてる方もいる。いいねいいね。みんな焼肉だとハラミと、ハラミと牛タン、タンと、ヒレ系が好き。赤身系が好き。そう、あんまり脂身ある部位はあんま食べない。なんかそう、胃もたれ、すぐ胃もたれするんです。愛のファンの方ならわかると思うんですけど、そうすぐ胃もたれするからちょっとまだ19なのですがね。そうなんか本当に油分が苦手になっちゃって、そう食についてる油分苦手になって、だから結構赤身の方を選びがち。そうホイップ系も食べれ、あんまり食べれなくなっちゃったし、天ぷらもそんな量食べれなくなっちゃったりとか、結構ね。そうなんですよ、油分苦手油分っていうね。そうそんなですね。みんなじゃあ、まあでも明日は決まってないか、今明日のご飯聞こうかなと思ったけど、さすがに決まってないか、まだ今日だもんね。そうだよね、そうだよねっていう。でもね、あゆはね、朝はねパン派だな多分。あでも全然お米も全然食べれるけど、パン選びがち。朝って、そう。でもパン界でも前まではメロンパンが一番だったんです。そう好きなランキングね、自分のパン界の好きなランキング、メロンパン1位だったんですけど、なんかフレンチトーストに変わりましたっていう王国。そうでもメロンパンは別に嫌いになったわけじゃなくて、メロンパンは5番ぐらい今ああいう中で、1番がフレンチトーストで、2番が生食パンで、3番がなんか硬いパンなんか硬いパンっていう、なんかフランスパンとかそういう、なんて言うんだろう、なんかエピとか、なんかそういう硬いパンで、4番目がサンドイッチで、5番目がメロンパンっていう、ちょっと5番までしか言ってないけど、そうそういう順になりました。だからメロンパンちょっと美味しい美味しいし大好きなんだけど、
なんか本当フレンチトーストの美味しさを日に日に実感してるっていう。そう、本当に生食パンはね本当に大好き。いつでも食べたいって思う。そんな感じです。はい、そんな感じでちょっと短めですがランキングを読みたいと思います。声がワントーン上がった。13ヒデさんありがとうございます。12カンさんありがとうございます。11プニーさんありがとうございます。10位ユースケくんありがとうございます。9位ビートスイートさんありがとうございます。8位ナミーさんありがとうございます。7位ケンヨンパチさんありがとうございます。6位カモンさんありがとうございます。5位綾野さんありがとうございます。4位須山くんありがとうございます。3位人生方向音痴さんありがとうございます。2位ギャローさんありがとうございます。1位翼欲しいさんありがとうございます。はい、翼欲しいさんタワーもありがとうございます。本当に皆さんもギフトや星などもありがとうございます。コメントもありがとうございます。ではまた明日も、明日は501日目ということで明日もぜひ見てください。ありがとうございました。またねー、バイバーイ、バイバーイ。バイバーイ。